なんでしょう、ちいちゃん。ちよれ。じゃあ、フォイよろしく。よろしく。僕が行きます。じゃあ、丸の後、俺。行かせてください。お願いします。よし。じゃあ、フォイとハン君で。すごいことなるやん。こんにちは。ラーメンうますぎやろ。こんにちは。僕は今フルーツオーレ飲んでました。白湯飲め。いや、じゃあ白湯はあの動画やけん言っとっただけで、本当は白湯なんか飲んでません。の左右の会社からお金をもらってたから、そう、しかもみんなに内緒で僕だけがお金もらってたから、ステマですね、ステルスマーケットみたいなやつをやってました。はい、いつの大会見に来られたのか、新さんはないですけど、ライズとかだったら、押してる選手いますか？選手はみんな押してます。怖い人に絡まれた時、助けてほしい。そんなに強くなってしまったら、プロの人とんでもないぞ、とんでもないやろ。またすごいね、マジで。1万円に気が。すごいことだった。石油多すぎや、マジでそう、本当に。色白くなった、白くなったかもしれない。タバコやめた、タバコやめた。フットブル通った、オンとよろしく撮って。おはよう。ワキはどこ？ワキはこれ、どっか行った。おらんことだった。フルーツオレとかあるのか。そう、死んでしまう。今から雷神の公開行ける。そうそう、銀太さんが年末雷神の本戦に出るので、その銀太さんの公開経路に今日は来ました。はい、そうです。相手はアリスターオフレーム、楽しみですね。次のライブ最前行きたい。いいね。でも最前はすごいよ。あの結構あれよ、進撃の巨人の面構えが違う人たちの面構えしとる人たちがいっぱい座った時に気をつけなかられる。社長は長髪の方が好きなので、そう、髪短くしたいなって言ったら、いや、フォイは伸ばしとった方がいいよって言われたけん伸ばしてます。あいつの着せ替え人形、悔しいな。俺生で見てもあんまいいことないけんやめた方がいいよ。うん、縁起悪いし。俺を生で3回見ると死ぬって言われてます。気をつけてください。逃げた。さすがにひよって逃げた。そう、銀太の公開計量が怖くなって、さすがに年末の来週に本戦出るはやばい。銀太すごすぎる、普通にね。言ってなかった、ごめん、視聴者の方には言ってなかったんやけど。そう、アリスターオフレームと戦っちゃう。ここで発表やけど、アリスターオフレームとバタハリ VS 俺一人。え、ガチ。右腕と左腕でぶっ倒す。そう、絶対に勝てるけん。いや、よかったんだけど、相手も相手でさ、バタハリとさ、アリスターオフレームだけやったけん。確かに、わざわざ銀太のためにね、来てくれるしね。3人じゃなくてよかった。確かに、いつも3人やもんね。いつも3人やけん。間違いない。2人でよかったと思って、ちょっと安心した。確かに、銀太の普段のスパーリング相手は、三つ子の夏川天心やけんね。3人より、同じ実力の夏川天心。階級がしかも25キロ差ぐらいしかなくて、マジでよかった。マジで楽勝。それぐらいやったらね、マジ楽勝よね。それぐらいまでやったらいけたけど。銀太普段ティラノサウルスとかと戦っとうけん、体重差やばい。普通に300キロ差とか当たり前やけん。マジでよかった。本当にすごい。今もう緊張も解けてきた。そうだよね、さすがにね。しかもリングの中でルールありやけん。銀太普段ティラノサウルスとかとルールなしで戦っとうやっぱ。すごい、ティラノサウルス肘えぐいけん。マジやばい。ティラノサウルスの肘えぐい。ちょっと尖った。やっぱ尖っとうよね、鋭いけんね。あと爪とかもマジこんなんやけん、バリカーンいかれるけど。爪が一番やばい。そう、でも実際の試合はグローブつけてくれとうけんね。爪ガーンもないけん、バリ普通にやっぱありがたい。どうした？おぞす。